どうしたんですか？来てくれて嬉しいです。そんなことないです。椎名先輩、私、椎名先輩がずっと双葉さんのことを思ってるって聞きました。先輩にとってそれはかけがえのない大切な人だっていうのも分かってます。でもそれでも、私、椎名先輩のことが好きです。
の先輩とは付き合えないんです。双葉さんの話、千夏先輩から聞きました。はい、その話を聞いてからずっとずっと考えてたんです。私は椎名先輩にふさわしいんだろうか、椎名先輩の彼女になれるんだろうかって。でもきっと私には双葉さんの代わりは務まりません。務まるはずないんです。わかってます、椎名先輩はそんなつもりはないって。でも私が考えちゃうんです。私なんかこんなガサツで子供っぽくて女の子らしいところもなくて、そんな私が椎名先輩の彼女になんてなれません。きっと椎名先輩をいつも困らせちゃって迷惑ばっかりかけることになっちゃいます。ダメです、椎名先輩の気持ちはすごく嬉しいけどダメなんです。私もっと大人になります。もっと女の子らしくなって椎名先輩に迷惑かけないようになりますから。だからその時はまた私に言わせてください。椎名先輩のことが好きだって、付き合ってくださいって。先輩のことすごくすごく好きだけど今は付き合えません。だからごめんなさい。
いですよ。シーナに話があるですけど、後でいいですの。それよりリカ子にはちゃんと自分の気持ちを伝えてきたですか？え、どうしてですか？そうですか。最初に会った時よりずっとずっと強くなったですね。その試験のことですけど、実は今日で試験期間が終了してしまうです。カリンがシーナに言いたかったのは、今日でシーナともお別れということですの。本当ですの。言えばお別れするのが辛くなるですから、ずっと黙ってたです。今日まで言わなかったこと、きっと怒ってるですよね。でも、言うわけにはいかなかったです。それは、葵もナナも同じですの。天使は、人間に必要以上の干渉をすることを許されていないです。シーナたちが言うところの情が移るというものにかかってしまうから。だから、カリンたちには試験対象者に試験の期日や帰る日を言ってはいけないことになってるです。
しいな。ごめんちゃい。カリンがもっと頑張ってたら、きっとシーナの幸せだって見つかったかも。それじゃあ、カリンはそろそろ行くです。わからないです。でも、またここに帰ってくるようお願いしてみるです。はいです。また会う日まで。Thank you.
ボコッと脅して出演企画を持ち込ませた甲斐があったね。ま、これがマジでラストのレポートなんで、最後くらいはビシッと決めたいじゃん。でもね、結果はバッドじゃん。カリン先輩たちも帰ってくるみたいだし、またうるさくなるね。でも、これで来年は私たちと一緒に試験受けるってやつ？そうなるね。でも、私らは落第するようなヘマするわけないじゃん。一発合格してやるに決まってじゃん。にしても、シーナはどうなるんだろうね。お、ネミチンてば、シーナのことが気になる？一応何もできなかったヘタラでも主人公じゃん。あ、そっか。そうだね。また初めからやり直すんじゃない？まんまやりそうな行動やん。あ、ってことはリセットしたらまたカリン先輩らも試験受けれるってこと？そんなんありか？私たちも早く試験受けたい。リセットされたらまた試験受けれるようになりたい。とりあえずリセットして、今度はちゃん私たちの報告を聞くこと。いい？聞いてもヒントなんかなんもないけどね。知名度アップできればなんでもいいの。なりふり構ってらんないんだね。当然じゃん。ま、それじゃあとりあえずリセットをしてくれるの待ってるから。